はい、皆さん、こんにちは。今日はちょっと皆さんに報告がありまして、なんと今回、DMM さんとタッグになって、ホラーストーリーを出すことになりました。パチ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 。今回僕はね、世界観とアイデアを提供し、3人の監督さんたちが実現してくれました。それぞれ奇抜で独特な世界観に仕上がっているんですけど、ホラーストーリーといえど、現実に蔓延する闇を盛り込んだお話になっているので、今回ちょっとね、都市伝説と絡めて紹介していきます。生きてれば怖い存在ってたくさんありますよね。奇妙な動きをする虫、暗闇、幽霊、明日がテストだという事実、ただ生きていく上で必ず克服しなければいけない恐怖、それが視線。この物語は人気者になりたいインフルエンサーゆめが、なんと再生回数が100万を達したら死んでしまうという不気味な動画に遭遇し、恐怖の渦に吸い込まれていくお話になっています。みんな SNS が生活を便利にさせたのは間違いないよね。ただ中毒性がねえぐすぎて他のことがはかどらないこともあるかもしれないけど、インターネットでこれまで以上に人とのつながりを感じられるようになった。こんなコロナパンデミックが訪れても SNS を開けば友人が何をしているのかが常に監視することができる。あまりに監視できるものだから、ふとした瞬間自分と比べてしまう。なんで友人は楽しそうに人生を謳歌しているのに私は家で一人暇をしているのか。うわ、この人ダサいファッションだな。 YouTuber が炎上してるよ、よし叩こう。不倫して人生どん底に落ちている芸能人がいる、アホだな。こんな綺麗な奥さんがいるのに。醜い自分が現れることありますよね。英国の王立公衆衛生会が14歳から24歳の1479人を対象に YouTube、Instagram、Snapchat、Facebook、Twitter でそれぞれが感じる不安、鬱、孤独、いじめについて質問した結果、 Instagram が最も悪い影響を若者に与えているという結果が出ました。一番他人の日常をリアルに覗き見することができるからね、写真付きで。この他人を妬むというのは自己防衛本能で、原始的な生き方をしていたら敵から自分自身を守る術として必要かもしれないけど、現代においてはそこまで重要ではないですよね。人のことを妬んだら人間は大体2つの選択肢を迫られると言います。自己を磨いてその人よりも優れた自分を実現する。もう一つは相手に不幸なことを望んで攻撃して、その人物の優位性が失われていることで妬みの感情が軽減され快楽を味わう。これ非常に危険な思想ですよね。けどおそらくこれを見てる 100% の人が抱いたことのあるであろう感情。そして今社会を殺しているのはこういった人々が蔓延しているからなのかもしれないです。視線。他人の視線は怖い存在です。直接攻撃されているわけでもないのに感じる劣等感。他人にどう思われているのかという幻想、そう幻想なんです。生きていれば危険な場面に直面することはありますが、それは恐怖ではなく危機です。目の前から車が正面衝突してくるのは怖いっていうより確かに危機ですよね。普段生きていて皆さんが感じている恐怖は幻想であることが多いんです。英語で Fear っていう言葉をもじって False Evidence Appearing Real、 偽りの真実として表現することがあります。一度そのからくりに気づけば恐怖に振り回されない人生を生きることができるかもしれない。というのも今この社会を生きている人のほとんどは夢を生きているのではなく恐怖を生きているかもしれないです。仕事を失いたくない、一人になりたくない、醜いと思われたくない、周りの人を失望させたくない、このような恐怖を軸に生きるのではなく、歌手になりたい、社長になりたい、環境汚染をなくしたい、社会貢献したいなどと、夢を軸に生きる方が人生楽しくなりそうですよね。他人の所有しているものから苦痛を見出すのではなく、自分が所有しているものから喜びを見出すように意識すると、ワクワクする日常が訪れるかもしれません。皆さんは運命はあると信じますか？続いての作品御嶽山では、主人公マサトシが不可解な村に迷い込み、知らぬうちにある儀式に参加させられるお話になっています。この村では何が行われているのか、なぜ主人公が参加させられているのか、劇中の中で主人公が当たりくじを引いている様子があるんですけど、こちらはある都市伝説の元ネタが存在しているんです。静岡県の富士市に流れる沼川と和田川の合流地点三股
淵にはある伝説があります。三股淵には毒蛇が住み着いていることから、毎年そこでは瞳悟空の儀式を行っていたようです。ある時、関東に住む7人の少女たちがその場に訪れ、里人に止められ、その年の瞳悟空に選ばれてしまいました。方法はなんとくじ引きで、外れた6人は関東に戻ることになりますが、なんと柏原村まで引き返したところで、当たりを引いた子のことを思うと、自分たちだけが生きていくことはできず、みんなで浮島沼へ身を投げたそうです。ところが翌日、当たりくじを引いた当の本人はまだ身を投げていなく、その6名の生贄により災いを免れたそうです。以後、富士浅間の毒蛇は静まり、村人たちは巫女たちのおかげと感謝し、彼女たちを土地の氏神として祀ったそうです。実際、六王子神社に祀られています。一応伝説として祀られているんですけど、生贄をくじ引きで決めるのってなかなか斬新ですよね。ある意味、村人全員がこの当たりを引く覚悟があるということですからね。この御嶽山の中で運命が一つのテーマとして語られているんですけど、あらかじめ決められた運命というものが存在しているのか、そこから逃れることはできるのか。そして今回、御嶽山のモデルになっているお話があるんです。岩頭の勘。1903年、18歳の藤村美沙夫という人物がいました。彼の祖父は盛岡藩士、父親は北海道銀行の頭取というお金持ちファミリーのもと育ったんですけど、1903年5月21日、美沙夫は制服姿のまま失踪。彼は栃木県上津賀郡の旅館に宿泊後、翌日22日、華厳の滝のそばの木に岩頭の勘という遺書を書き残し、投身をしました。成功一族だったのになぜと、当時の成功イコール美徳とされた社会ではショッキングな出来事だったんですね。しかも藤村の英語の先生は夏目漱石だったんですけど、事件直前、藤村が宿題をしてこなかったことが続き、夏目漱石は叱ったと言います。その後、彼は亡くなってしまったので、漱石が神経衰弱になったのはその影響もあったんじゃないかという説もあります。っていうのも、なんとその後、華厳の滝で後を追う者が続出したんです。その数4年間で185名以上。華厳の滝がその名所として知られるきっかけとなった事件だったんです。では彼が木に掘り残した岩頭の勘には何が書かれていたのか。こちらが岩頭の勘なんですけど、昔の言葉で理解しづらいんですけど、意味としては、宇宙の真理を知ることは不可解であり、広大すぎるあまり自分の存在がちっぽけに感じ絶望したということが書かれています。ホレーショーの哲学というのは、おそらくシェイクスピアのハムレットの登場人物のことだと推測されています。ハムレットがホレーショーにこのように語るシーンがあるんです。この天地の間には人知の思いも及ばぬことがいくらもあるものだ。彼の岩頭の勘と大きくリンクしているところがありますよね。ではなぜ彼は亡くなってしまったのか、大きく2つの説が存在します。一つは遺書でも語られている哲学的な悩み、もう一つは失恋説。これは藤村が恋をしていた一つ年上の真島千代という女性に手紙を渡していたことが分かっていて、タイトルは滝口入道という悲しい恋物語の小説についてだったので、失恋説がささやかれていたんですけど、今ではね、否定されつつあるので、おそらく哲学説が濃厚になっています。ニーチェの格言で、深淵を覗くとき深淵もまたこちらを覗いているのだというものがありますけど、すごいこの話とリンクしているよね。まあ、この格言にはね、いろんな解釈があると思うんだけど、意味としてはその直前にニーチェが話してた、怪物と戦う者はその際自分が怪物にならぬよう気をつけるがいい。深淵の中に住む怪物と戦うということは、僕たち自身を怪物にしてしまう傾向があります。それは自分の一番醜い姿、怪物であり見たくないダークサイド、そこに囚われてしまうと自分自身を見失ってしまいます。ただ生きてれば自己との戦いは避けられません。その深淵に見る怪物を退治しながら心の平和を保つことが悟りへの近道なのかもしれないです。圧倒的権力の前で人はどう行動するのか、皆さんは間違いだと分かっていてもその権力に立ち向かうことはできますか。チルドレン。こちらのストーリーでは主人公リンが残虐な子供たちが大人を奴隷として扱うぶっ飛んだ世界で生き抜くストーリーになっています。明らかに肉体的にも知識的にも大人に勝っていない子供たちがなぜここまで堂々と大人たちを支配しているのか。圧倒的神の存在の前では無力な人間、いつの時代でも人の
の上に立つ存在が人類にはいました。太古ではそれが神であったり、現代では国家、そして未来ではテクノロジーが人類を制御する存在として君臨しているみたいな話ありますよね。いつの時代でもその秘められた知識、知恵は一部の存在が牛耳り、多くを欺く世の中。もしみんなの知らない水面下で恐ろしい計画や政策が遂行されたらどう思いますか？みんな知りたいと思いますか？それとも夢のまま生きたいのか？これはあくまで都市伝説です。もし世界の支配者たちが特殊な種の存続を望んでいたとしたら、しかもその選別がもう始まっていたとしたらどうする？19世紀後半、近代自然科学が進歩すれば、将来的に世界中の様々な現象を科学的に解明することができるんじゃないかと考えていたんです。そしたら様々な社会問題も合理的な解決方法で対処することができるかもしれない。環境汚染、貧困、飢餓、戦争、たくさん課題は存在しているけど、この全てに関連して人類そのものをね、改造することができれば、犯罪者、精神異常者、病的弱者、知能指数の低い人々がいない世界が実現できれば、最終的な目標はそこかもしれない。19世紀後半、あの進化論で知られているダーウィンをいとこに持つ遺伝子学者のフランシス・ゴルトン、彼はダーウィンの影響もあって心的遺伝子に興味を持って研究していたんです。そこで彼が初めて用いた言葉があります。優生学。1869年の著書遺伝的天才の中で、彼は人の才能がほぼ遺伝によって受け継がれるものであると主張したんです。もしかして人も家畜の品種改良と同じように人員選択を適用すればいい社会ができるかもしれない。人間の行動がいかに自然淘汰のプロセスを妨げているか、人間も動物と変わらないはずだ、人間も自然淘汰のプロセスに従うべきだと考えたんです。芸術家や科学者、社会的に有益な形を持つ人間の数を増やす積極的優生学、そして望まない形質を持つ人間を減らす消極的優生学。強いものは正しいもの、そして存在していい、弱いものは正しくない、存在してはいけない。とんでもなく過激な思想だよね。けどこんな過激な思想が当時のイギリスの発展には必要だとゴルトンは考えたんです。まあ19世紀って言いましたけど、実際はそれよりも大昔にこの思想は存在していて、それを唱えたのは皆も知っているプラトンだったんです。優生学は英語でユージェネクスって言うんですけど、ギリシャ語で EU は E、ジェノスは生まれを意味するんです。話を戻すと、彼は上流家庭の研究を行って、そこで気づいたんです。知性、技術才能、リーダーシップは遺伝すると。ではどんな遺伝子がやらないと判断されたのか。1911年に10のカテゴリーのリストが作られました。弱者、貧民層、アルコール中毒者、犯罪者、精神障害者、転換患者、病弱、危険者、盲人などなど欠陥があると思われる人々が対象でした。ただいい性質を持つ人に繁殖を促す積極的優生学がうまくいかなかったため、強制不妊手術のような消極的優生学が行われるようになったんです。その選別方法としてゴルトンが提案した施策は、遺伝的才能の優劣を競う試験を国家が実施、優等者同士の結婚、優等者の表彰、劣等者の隔離。意図的に狙ったわけではないだろうけど、今の社会が自然淘汰で優生学的なシステムで成り立ってるのはちょっと恐ろしいよね。社会に有益な人がどうかは学力テストで反映され、優れたものは社会に多大な影響を与えることができる大手企業に就職し、そうでもないものは弱者とみなされ、排除の対象とされる。もちろん大げさには言ってますけど、果たしてそうなのか。この過激すぎる思想から影響を受けたのはでした。ただ意外にも影響を受けたのは彼らだけではなく、この思想はイギリスから世界へと広まっていったんです。優生思想を支持していた著名人としては、元アメリカ大統領のルーズベルト、チャーチル、 SF 作家の H.G. ウェルズ、どうやら福沢諭吉もその思想を支持していたような発言をしています。その後アメリカでは断種法、犯罪者、精神異常者、弱者が子孫を残さないように強制的に不妊させる法律が実際に存在していたんです。日本でも1940年から1948年、国民優生法という優生思想に基づいた強制不妊手術、人工妊娠中絶の制限が定められました。しかもそれは名前を優生保護法に変えて1996年まで続いていたんです。めっちゃ最近だよね。例えばその不良みたいな生活をしていたら、精神患者とみなされて強制的に不妊手術をしていいという決まりがあったんです。ただ戦後ね、こういったちょっと差別的な思想は減っていったんですけど、
果たしてそうなのか。1969年3月20日、ピッツバーグ小児科学会、小児科医と学生たちの会合で、マウントサイナイ医科大学教授、そして全米家族計画連盟の医療ディレクターを務めていたリチャード・デイ博士があるスピーチをしました。このスピーチを聞いていたドクター・ローレンスは、これは彼の思想ではなく、もしかしたら内部のリーク情報を語っているんじゃないかと認識したんです。それでは彼は何て語ったのか。リチャード・デイは、皆さんの中には私が共産主義について話していると思う人もいるでしょう。しかし私が話しているのは共産主義よりもずっと大きなことなのです。東洋と西洋の間にはほとんどの人が思っている以上に多くの協力関係がある。数年前であればこれから述べるようなことは言えなかっただろう。しかし今なら自由に発言できる。なぜなら全てが整っており、誰も我々を止めることはできないからだ。そこで語られていたことをリストすると、治療が難しい疾患が出現、がん治療の抑制、人工透析としての安楽死と終焉の薬で死への誘導、家族は解体される、セックスの目的の再始動、繁殖なしのセックス、セックスなしの繁殖、セックスの娯楽化、性を表現するファッションの流行、性の商業化、 LGBT 多様性の受け入れ、食の管理、気象制御、チップのインプラント。これはスピーチのほんの一部なんですけど、ほぼ 100% 当たってますよね。これ今から54年前の発言ですからね。デイは最後にこう言ってます。全てのものには2つの目的がある。一つは人々に受け入れられるような表向きの目的、もう一つは新しいシステムを確立し、それを持つという目的を促進するような本当の目的である。リチャード・デイはプランパレントフード、全米家族計画連盟の医療ディレクターを務めていたんですけど、みんなプランパレントフードって知ってます？彼らはアメリカと世界で活動する性と生殖に関する医療サービス非営利組織です。創設者のマーガレット・サンガーはがっつり優生学的思想の持ち主でした。そして最近で言うとビル・ゲイツのお父さんウィリアム・エイツ・ゲイツシニアはプランパレントフードの役員を務めていました。そしてビル・ゲイツが今しようとしていることはどうでしょう。皆さん、今日紹介したホラーストーリーは物語ではありますが、決してフィクションではなく現実世界に蔓延する闇が表現されているかと思います。本当の闇を見てみたい方、本編 DMMTV をチェックしてみてください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。